ルイビルルイビルはアメリカ海軍の重巡洋艦ノーザンプトン級重巡洋艦の三番艦艦名はケンタッキー州ルイビルにちなみその名を持つ艦としては三隻目日本では地名のルイビルと同様にルイスビルと表記されることもあるルイビルは1929年7月4日にワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所で寄港し 1930年9月1日に、ジェーン・ブラウン・ケネディによって、浸水。1931年1月15日に、艦長、E.J. マーカート大佐の指揮下収益する。当初は、C.L-28、軽巡洋艦であったが、ロンドン海軍軍縮会議の結果、1931年7月1日に、C.A-28 に、艦首変更された。 ルイビルの成長巡航は1931年の夏から冬にかけて行われ、ブレマートンからパナマ運河を経由してニューヨークまでを巡航した。ニューヨークから戻って、ルイビルは1932年艦隊演習に参加しその後サンペドロからサンディエゴの海域で砲撃訓練を行う。サンペドロから帰還すると百三十三年の冬にはハワイ海域で活動し、 対空戦闘のための訓練下任務に従事する。1934年4月、サンディエゴを出港し9ヶ月間の航海で、中央アメリカからカリブ海、東海岸の様々な港でその異様を誇示した。晩秋にカリフォルニア州へ帰還したルイビルはアラスカ州、ダッチハーバーに向けて出港し、1935年の春まで砲撃演習及び戦術演習を行い、 その後、真珠湾で艦隊演習に参加した。続く2年間、ルイビルは西海岸沿いに作戦活動に従事し、艦隊演習やラテンアメリカの港に対する親善、訪問、訓練活動を行った。1938年1月に長期太平洋巡航を開始し、ハワイ、サモア、オーストラリア、タヒチを訪問、その後真珠湾に帰還し艦隊演習を行った。 シドニーでルイビルの乗組員は転覆した観光フェリーボートの多くの乗客を救助した。1939年の冬、ルイビルはカリブ海での艦隊演習に参加する。1940年5月まで同海域で作戦活動に従事したルイビルは西海岸に帰還し、ハワイで艦隊演習を行った後、秋にカリフォルニア州ロングビーチを出港。 パナマ運河を通過し、東南アメリカに向かう。ブラジルのバイイア州で、ルイビルは、南アフリカのサイモンズタウンへの巡航を命じられる。中立艦船として、ルイビルは、正常旗を掲げながら、U ボートが横行した水域を巡航した。サイモンズタウンで、ルイビルは、イギリス政府がアメリカへ預ける、近海1億4、800万ドル分を受け取る。その後ニューヨークへ向かい、 近海を下ろすと大西洋へ戻った。1941年12月7日、ルイビルは AT スコット及びを護衛し、タラカン島から新珠湾に向かう途中にあった。ハワイに向かう途中、損害調査のため短期間停泊し、その後カリフォルニアへ向かう。カリフォルニアでルイビルは空母ヨークタウンを基幹とするフランク・ J ・フレッチャー中将に参加し、 1942年1月6日にサンディエゴを出港、空母エンタープライズ機関の第8任務部隊、ウィリアム・ハルゼー中将と共にサモアに向かう。1月22日にサモアで部隊を上陸させると、その帰路の途中に初の実戦参加を行う。ルイビルの最初の実戦参加は、ギルバート諸島及びマーシャル諸島に対する空母艦載機部隊の攻撃支援であった。 このマーシャル・ギルバート諸島機動空襲で、ルイビルは関西機を一機失っている。新庄湾で短期間停泊した後、ルイビルはエリス島近辺のアメリカ軍基地を支援し、かつ海域を偵察した。3月の初めには、第119任務部隊に合流し、ビスマルク諸島からソロモン諸島にかけての海域作戦活動に従事、日本軍の前進に備えた。部隊は、 サラマウア、ダエ、ラバウルに向かい、何日もの間、多くの敵目標に対して、空襲を行った。作戦活動後、ルイビルは、真珠湾に帰投し、その後、サンフランシスコのメアアイランド海軍造船所で、兵装の増強が行われた。5月31日にルイビルは、アリューシャン列島に向かい、第8任務部隊に参する。 この期間のルイビルの任務は主に戦団護衛であったが、日本軍が進出したばかりのキスカ島に対する艦砲射撃も行われた。11月11日、ルイビルはサンフランシスコを出港し、新珠湾に向かった。数日後、ルイビルは南太平洋方面に向かい、ニューカレドニア行きの輸送戦団を護衛して進出した。護衛終了後、ルイビルはエスピリトサント島で、 第67任務部隊と合流し、日本艦隊と戦うためソロモン諸島に向かった。1943年1月29日、ルイビルはガダルカナル島の戦いに関わる7回の海戦の後であるレンヌル島沖海戦を戦い、同方面から日本の勢力が一掃されるまで行動した。4月に入り、ルイビルは真珠湾を経由して再びアリューシャン戦線に戻り、 第16任務部隊に合流。5月11日から30日までのアッツ島の戦い及び、キスカ島への砲撃に参加した。キスカ島撤退作戦で日本軍がこの方面から去った後、ルイビルはしばらくの間、アリューシャン方面で輸送船団の護衛任務に就いた後、1944年1月に南太平洋に向かい、同方面で、 ジェシー・ビー・オルデンドルフ少将の帰還となり、マーシャルの戦いで火力支援部隊を指揮することとなった。1月下旬から作戦に参加し、1月29日には、ウォッチ干渉に対して艦砲射撃行った。2月1日、ルイビルは、クエゼリンの戦いの支援で、ロイ・コール・ナムル島の飛行場と砲台を艦砲射撃中、両艦のインディアナポリスからの誤射を受け損傷したが、 それでも2月3日の同等の占領に貢献した。2週間後、ルイビルは引き続き火力支援部隊を率いて、エニウェトクの戦いに転じ、エニウェトク干渉は2月23日に征服した。ルイビルは、エニウェトクの戦いが終わると、第58任務部隊に加わり、4月にトラック諸島とサターン干渉を砲撃した。6月に入ると、マリアナパラオ諸島の戦いが進められ、 ルイビルは沿岸砲撃部隊の主力として行動した。作戦開始後の11日間はテニアンシマトグアムを砲撃し、その砲撃は絶え間なく行われた。マリアナの戦いが終わると、ルイビルは9月中旬までは後方に下がった後、ペリリューの戦いの支援でパラオを攻撃した。一連の攻撃により、アメリカ軍はフィリピン奪還の 第一歩に向けての最終備えが整った。10月18日、ルイビルは引き続きオルデンドルフの機関として、レーテ湾に侵入し、沿岸部の日本軍に対して砲撃を行った。日本海軍は連合艦隊を押し立てて、レーテ湾を目指し、アメリカ海軍はこれに対抗した。世に言うレーテ沖機戦である。ルイビルは第七艦隊、トーマス C 近景度中条指揮下の、 第77部隊の総機関として、戦艦6隻、巡洋艦8隻、ルイビルを含む駆逐艦26隻を要し、0テ湾を警戒していた。第38任務部隊が小沢寺三郎中将の機動部隊攻撃に全力を傾けたため、オルデンドルフは手持ちの艦艇で日本艦隊の突入を防がなければならなかった。オルデンドルフは、魚雷艇隊、駆逐艦軍、 戦艦と巡洋艦の三段構えで、日本艦隊、特に南側を進む西村昌治中将の艦隊を迎え撃つこととした。10月25日未明、魚雷艇隊は西村艦隊と接触。ついで駆逐艦軍が突撃して、戦艦不桑、と駆逐艦浅雲、も、三雲、満潮を撃沈した。残るは、戦艦山城、重巡洋艦最上。 駆逐艦しぐれだけになっていた。この時点でオルデンドルフは、第77部隊の弾薬事情が、多少心細いことを知り、効果的に弾薬を使うため、戦艦、巡洋艦部隊を3分し、軽巡洋艦2隻と、オーストラリア海軍重巡洋艦シュロップシャーを1段目、ルイビルを含む、重巡洋艦3隻と軽巡洋艦2隻を2段目、そして新珠湾からみえった。 戦艦軍を三段目に配置し、定時戦法を採用して、一機の砲撃で決着をつけようとした。やがて、ルイビルのレーダーは14000メートルの位置に山城を探知し、これを合図として一斉砲撃が始まった。西村艦隊の残存艦は袋叩きにされ、山城は西村と共に海に消え、最上は脱出に成功したが、最終的には撃沈された。 シグレのみ生還して、西村艦隊は全滅。ルイビルは、戦艦同士の最後の砲戦に花を添えた形となったが、ルイビルの部隊は混戦の最中に、味方の駆逐艦アルバート W グラントとニューコムに、命中弾を与えてしまった。0手置海戦後のルイビルは、一時第38、任務部隊の指揮下で、ルソン島攻撃に参加した。1945年に入ると、 ルイビルは、ルソン島の戦いに参加し、レ点テに続いて、火力支援部隊を率いて、リンガエワンに向かう。途中の1月5日から6日にかけて部隊に対し、特攻機が、次から次へと突入。ルイビルにも1月5日17時6分頃に99式襲撃機1機が2番砲塔に突入し、別に1機を撃墜した。ルイビルは、火災が発生し、爆発によって環境に、 大きなダメージを受け、艦長も火けどを負って、艦の指揮が取れなくなった。1月6日17時31分頃にも一機が突入。しかしながら、ルイビルは大きな損傷を受けたにもかかわらず艦砲射撃を続け、敵機数機を撃墜した。とはいえ、最終的には構想され、その後、メアアイランド海軍造船所で修理を行った。修理は春までに完了し、 ルイビルは再び太平洋に向かい、第54任務部隊に加わる。部隊は沖縄戦で地上部隊の援護射撃を行った。6月5日にルイビルは再び特攻攻撃を受け、3式戦闘機、飛援4機の突入を受けるが、9日まで艦砲射撃を継続し、その後15日に修理のため真珠湾に向かった。戦争は8月15日に終わり、 ルイビルは新たな任務が命じられた。TGW セトル少将が座上した、ルイビルは16日にグアムを出港し、大連、満州に向かう。大連では連合軍の捕虜収容を行い、その後チンタオに向かう。チンタオで日本軍官邸は、チンタオ方面特別根拠地帯司令官、金子茂次中将により引き渡され、それらの官邸を二川へ送り届けた後、再び、 中国に向かい園内での任務に就く。10月半ばに公開部隊に加わり、その後サンペドロ経由でフィラデルフィアに帰還、1946年6月17日に退役し、大西洋予備役艦隊入りした。続く13年間を同艦隊で保管された後、1959年3月1日に除籍され、9月14日にニューヨークのマーリーンブラウズ社に売却された。 ルイビルは第二次世界大戦の先行で13個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。